プレイさんは西インド諸島の中のウィンドワード諸島に属するマルティニーク島にある活火山。名称はハゲ山の意味。1902年に大噴火を起こし、当時の県庁所在地だったサンピエールを全滅させた。その結果、約3万人が死亡20世紀の火山災害中最大であったことで知られる。モンプレートも呼ばれる。西インド諸島はカリブプレートが 南アメリカプレートの下に潜り込む沈み込みいに位置するため、一帯には、プレイ山を含む著名な火山が4つ位置する。北から順にである。プレイ山は、マルティニーク島の北端に位置し、海抜線397メートルである。富士山と同じ形式の清掃火山であるが山腹に、えぐられた谷は、富士山より、深く、より古い火山と考えられる。しかし、 ヨーロッパ人がマルキニーク島に到来したのは1635年以降であるので火山活動の記録は新しい。ヨーロッパ人到来以降の最初の噴火は1792年であり、1851年にも噴火があったが、いずれも小規模で住民の注意を喚起するようなものではなかった。プレイヤマの噴火地図実践は1902年5月8日の被害範囲。 南西方向に火砕流が走ったことが読み取れる。点線は同8月30日の被害域。サンピエールの町はプレイヤマ加工の真南 7km に位置し、海に面している1902年5月8日の噴火後のサンピエールの廃墟プレイヤマの火砕流。アルフレッド・ラー・クロワの調査隊が撮影前年の1901年にすでに登山者たちが プレイ山の噴気活動を目撃している。1902年4月25日、プレイ山は噴火活動を開始し4月27日には山頂に直径180メートルの加工庫が形成され、噴出物が15メートルの高さに積もった。加工庫からは沸騰するような音がし、硫黄を含んだ火山ガスがサンピエールにまで達した。4月30日に付近の川で、 土石流が発生し、付近の村を飲み込んだ。5月2日午前11時30分、プレイさんは地震と共に噴火し、火山灰などの噴出物が島の北部を打った。火山灰などに汚染された植物を食べた家畜が死亡するようになった。5月3日に、後輩は北の方に積もるようになりサンピエールへの後輩は一時少なくなったが、翌日には移転して増加。 サンピエールとルプルシュール地区との交通は遮断され、激しい荒廃のために、船の運航は難しくなった。5月5日、月曜日に噴火は一時落ち着いたが、午後1時ごろに、突然海岸線が約100メートルも後退した後に激しく押し戻され、付近の都市は水に浸かった。一方、山の西部からも噴煙が上がり始めた。同日、山頂の加口湖の一部が崩落して、 火山泥流がブランシュ川に押し寄せ、付近の村の住民約150名が犠牲となった。生き残った町の周辺の人々は安全を求めてサンピエールに流入した。翌6日の午前2時頃にも大音響と共に噴火が起こった。さらに5月7日水曜日の午前4時頃から活発になり、火山の冷えいによりオレンジ色に染まった火山灰が山全体に降り注いだ。 その日の間に多くの人々が町を脱出した一方で町で噴火をやり過ごそうとした周辺からの住民が殺到したのでサンピエールの人口は数千人増加した11日にサンピエールの市長選挙が行われる予定だったこともあり新聞はあくまでサンピエールは安全であると主張した同日には南のセントビンセント島のスフリエール山が噴火し 火災流により1680人が死亡。当局はこれにより、プレイヤマへの圧力が解放されたと発表し、住民らを安心させた。事実、山の活動も落ち着いたように見えた。主の焦点の祭日である5月8日、人々は朝から噴火する山を見物していた。7時52分、それまで火山の情報を送っていたサンピエールの電信士が、あれと、 コールドフランスに送信したのを最後に、町との連絡は途絶えた。その時、サンピエールに停泊していた船から噴火の様子が目撃された。山は4度にわたって爆発し、噴煙が上空に吹き上がる一方、その一部が火砕流となって、サンピエールの方向へ流れていった。高温の火砕流は柴叩く間に、サンピエールを飲み込み、建物を倒壊させるとともに、 大量のラム酒を貯蔵した倉庫を爆発させたために町は炎に包まれた。港に停泊していた18隻の船も巻き込まれて16隻が沈没したが、奇跡的に焼け残った2隻の船内にいた約100人が生還できた。災害発生により派遣された軍艦は12時30分頃に到着したが火災流の熱により午後3時頃まで接岸できなかった。町は その後数日間燃え続け、破壊された街並みと多くの消死体があって、死者の中には高温で脳の水分が気化したために頭蓋骨が割れたものもあったという。しかしながら、街全体には厚さ30センチメートル程度の火山灰が覆っていただけで火砕流の本体である岩や粒手や砂はほとんどなかった。火砕流の速度は 時速約150から 200km、温度は約1、摂取零々度であったと推測されるが、サンピエールに到達したのは、火砕流上部の火山灰や火山ガスを主とする密度が小さく流動性の大きな部分だけで、溶岩海を含んだ高密度の本体は地形の影響を受けやすく、サンピエールのはるか手前で谷に入って、サンピエール直撃コースを外れ、海に流れていった。 町に流入した低密度で高温の流体はその特性から熱雲と呼ばれ火災流の代名詞としてしばしば用いられた。この災害による死者数ははっきりしないがサンピエールの住民と避難民合わせて2万4000人とも3万人、ないし4万人とも言われる人々がわずか数分のうちに死亡した。犠牲者の中にはサンピエール市長、 滞在中だった画家のポール・メルワールも含まれていた。市内の生存者は3名だけで、4月7日に喧嘩を起こして逮捕され海辺の半地下の独房に監禁されていた、気血重罪犯の黒人、オーギュスト・シパリと何らかの形で難を逃れた、靴職人の黒人レオン・コンペール・レアンドル、そして友人と海賊ごっこをして遊んだ洞窟に船で逃げ込んだ。 白人少女、アビーブラダイフリーレであった。三人とも高熱を受けて、重度の火傷を負ったが、命は取り留めた。1902年5月8日のプレイ山の噴火、そのものは特筆するような大規模なものではなく、たまたまサンピエールの町が、熱雲の通り道にあったことが大災害の直接の原因であった。しかし一方で人災の面も指摘される。月に実施予定の選挙のため、 市民が市から退避するのを防ごうと市の首脳部はプレイヤマの活動を過小評価しあるいは無視して差し迫った危険を市民に知らせなかった災害の直前には市長は市に戻って安全を強調するとともに軍隊により住民の退去を強制的に阻止した地元の理セの教授である科学者はサンピエールにはプレイヤマによる危険はないと断言し 現地の新聞で、コロニーはそれに基づいた記事を噴火前日に掲載した。島の地形が、サンピエール市を、災害から守るようになっていると信じて郊外から、市内に移った人々もいた。失敗は4日後に発見され、傷が回復した後に釈放され、バーナムベリーサーカスの一員となって、自身が入れられていた牢獄の作り物の中で、理災体験を再現するのを売り物とした。 コンペル・レアンドルは火傷を負ったままフォールドフ・フランスに逃げ込んだが、その後の爆発で二度命を失いかけた末、後輩によって死亡した。イフリーレは火傷が原因で船の上で意識を失っているところを発見され、無事回復した後は高齢になるまで生きたと言われている。フランス本国では調査隊が組織され、アントワーヌ・フランソワールフレッド・ラクロワラが現地調査を行った。 ラクロワはこの時観測された現象をニュエ・アルダントと命名し町の廃墟や火砕流など写真などの記録を残した5月20日再び火砕流が発生しサンピエールにあった残りの建築物を破壊した8月30日には新たな火砕流がサンピエール北東のモルヌルージュ村を襲い2000人が死亡しているプレーの塔10月火山岩がりが発生し 成長し続けた結果、太さは100メートル以上、高さは300メートルに達し、プレーの塔と呼ばれるまでになった。粘性の大きな溶岩が稼働内で固まり、内部のガスの圧力で少しずつ、塔のように火口から押し出されてくる現象である。成長するにつれ、不安定になり先端部から崩壊が始まり、最終的には1903年3月に崩落した。その後、 断続的に火砕流が発生したが、噴火は1904年になってようやく収束した。この噴火の結果、マルティニークの県庁所在地はフォールド・フランスへと移転されることとなった。プレイさんはその後1929年にも噴火し、新たな火山岩とがりを形成した。この噴火は1932年まで続いた。現在もかつ火山として、 地質学者と火山学者に監視されている。噴火が一段落した後、サンピエールも一通り復興、再建はされたものの、県庁所在地という政治、経済、文化、交通の中心的地位を失ったこともあり、1902年以前のような栄えした都市に戻ることはできなかった。現在のサンピエールは人口5000人にも満たない、豊かで静かな港の村に過ぎない。 噴火当時の壊れた建造物の跡地は現在もいくつか残り、噴火の恐ろしさや爪痕を構成に伝えている。プレイ山のように火砕流を一方向に射出する噴火様式をプレイ式噴火と呼んでいる。その原因としては、1902年10月に火山岩尖が出現したことから岩線の下部が爆発開口して火砕流が水平に飛び出したものと考えられてきた。 しかし、モリア一応とカリフォルニア大学のリチャード・フィッシャーは、この説を否定しており、当時の記録から、プレイ火山には1902年5月8日以前に火山岩尖りはなく、5月8日の噴火は、スフリエール山同様に、噴煙柱が崩れて火砕流となったと結論付けている。この噴火における、囚人以外の住民が全滅したというモチーフをもとに、 ポンペイにまつわる都市伝説が創作されたとみられる。1902年のプレイヤマ噴火に関するカテゴリー。ありがとうございます。